誰も言わないから俺が全部言うけど、この人30年前に。こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。本日も日本プロ野球界の最新情報をお届けします。現役時代、中日ドラゴンズや楽天イーグルスで活躍し、通算403本塁打を誇る山崎武史氏。ホームラン王2回、打点王に1回輝き、セパ両リーグでホームラン王に輝いた数少ない選手の一人です。その一方で、三冠王を3度も獲得し、日本プロ野球界におけるレジェンドとして名を馳せた落合博満氏との間には、長年にわたる確執が存在すると言われています。この二人の確執は、プロ野球ファンやメディアの間でたびたび取り上げられ、その背景や理由について多くの憶測が飛び交いました。山崎氏の豪快な打撃スタイルと落合氏の緻密な打撃理論、さらにその性格の違いが確執の一因とされることも少なくありませんでした。今回は山崎武史氏と落合博満氏の確執の詳細について、過去のエピソードや発言を振り返りながら、その背景や影響を探っていきます。二人の間に何が起こったのか、そしてその確執がどのようにしてプロ野球界に影響を与えたのかを詳しく解説いたします。山崎武史の経歴。ジャイアンと呼ばれた山崎氏は、その豪快なホームランと個性的な性格で多くのファンに愛されました。1987年に愛知工業大学名電高校からドラフト2位で地元の中日ドラゴンズに入団し、アメリカやドミニカ共和国での留学を経て長い二軍生活を過ごしました。プロ入りから10年目となる1996年にはレギュラーとして定着し、松井秀喜との熾烈な本塁打王争いを制して本塁打王を獲得しました。その後、オリックスを経て2005年には楽天イーグルスの創設メンバーとして加入。創設期から主将を務め、チームの柱として活躍しました。2007年には39歳で本塁打王と打点王の2冠を獲得し、中年の捕手として多くの支持を集めました。2012年には古巣の中日に復帰し、翌2013年に現役を引退。その後はスポーツコメンテーターとして活動する一方で、企業や学生向けの講演会の講師やレーサーとしても活躍し、スポーツカーやミニカー、腕時計など多方面の趣味を活かしています。引退後はスポーツ解説者としても注目を集めており、その経験と知識を生かした解説は多くのファンに支持されています。中でも講演会は常に満席となり、彼の言葉に耳を傾ける人々が後を絶ちません。さらに、趣味であるスポーツカーやミニカーの収集、腕時計のコレクションなどは多彩な才能を示しています。これらの活動を通じて山崎氏はスポーツ界だけでなく、多くの分野でその存在感を発揮し続けています。しかし、そんな強打者の山崎氏が、落合さんによくいじめられたと発言したことがあったのです。一体過去に落合博満さんと何があったのでしょうか。落合氏との確執。落合博満氏は日本プロ野球の歴史上唯一無二の三冠王を3度も獲得した偉大な打者として知られています。さらに引退後は中日ドラゴンズの監督としても輝かしい成績を残し、4度のリーグ優勝と1度の日本シリーズ優勝をチームにもたらしました。まさに名将と呼ぶにふさわしい存在です。そんな落合氏にいじめられたと告白したのが、元楽天イーグルスの山崎武史氏。この告白は2010年12月11日に仙台市内で行われたトークショーでの出来事でした。
山崎氏は当時楽天に在籍しており、43歳での最多ホームラン記録は落合さんの21本ですよね。それを超えるのは楽勝ですねと、43歳を迎える次のシーズンに向けて打倒落合を目標に掲げました。そしてプロ1年目のキャンプで一緒の部屋になった時、よくいじめられた、その時絶対にこの人を超えてやろうと思ったと落合氏に挑戦する理由を明かしました。このいじめが起きたのは1987年の春季キャンプの時期です。当時18歳で中日に入団したばかりの山崎氏は落合氏からの指導を期待していました。しかし三冠王を3度も獲得し、ロッテから移籍してきた33歳のベテラン選手である落合氏は何も教えてくれなかったと言います。教えてもらった記憶がない。落合さんは部屋で知り合いとずっと酒を飲んでいて、よく外に逃げ出していたと山崎氏は当時を振り返ります。さらに2年後に入団した大宝康明氏も同様の経験をしたようで、大宝さんと俺はいびられたと語りました。人間性を否定。バッターとしては目標にしてもいいけど、人間性は真似したくないと山崎氏が記したこの言葉は、彼の著書さらばプロ野球の中に書かれています。この本では山崎氏が抱いた落合氏への複雑な感情が詳しく述べられています。山崎氏は入団当初から先輩たちに媚びない性格で知られ、生意気だと叱られることが多かったそうです。それでも最終的にはその実力と努力が認められ、可愛がられる存在となりました。しかし、唯一落合氏だけは彼に見向きもしなかったと言います。このため、山崎氏は落合さんに監督の能力があるとは思えないとまで語っています。落合氏について勝利至上主義と評する山崎氏は、彼が中日ドラゴンズを率いて4度のリーグ優勝と1度の日本一を達成した功績を認めつつも、自分の思い通りに動かない選手は試合に出さないというやり方には納得がいかないとしています。これではチームは強くなるかもしれないが、確信は望めない。中日 OB としてこれは悲しいことですと嘆いています。山崎氏は落合氏との確執を反面教師とし、後輩の指導に生かしました。彼は著書、進化、心を強くする折れない心を保ち続けるの中で、僕はチーム改革ができるのであれば何でも教えたいタイプだ。経験と実績がある自分だからこそ、それをしっかりやるべきだと思っていると述べています。この考えに至ったのは、落合氏との経験が影響しているとも明かしています。プロ1年目の春季キャンプで山崎氏は星野仙一監督から勉強しろと言われ、落合氏と同部屋にされました。しかし、当時高校を卒業したばかりの若者が三冠王を3度も獲得した大先輩に教えを請うことはできず、落合氏からの指導も一切ありませんでした。この経験があったからこそ、山崎氏は自分が伝えられることは誰に対しても伝えていこうと決意しました。ファンから嫌いな人はと尋ねられ、落合さんと答えることにためらいがない山崎氏ですが、その存在が彼の野球人生に大きな影響を与えたことは間違いありません。落合氏の存在が山崎氏にとって一つの挑戦であり続け、そして彼の指導哲学にも大きな影響を与えたのです。落合氏の俺流とは。山崎氏と落合氏の関係については様々なエピソードが語られています。山崎氏がさらばプロ野球という著書で語った内容から、両者の確執や互いへの思いが垣間見えます。しかし
落合氏もまた彼なりの信念を持って選手たちと接してきました。好かれるのが俺の仕事ではないと落合氏はかつて語っています。彼の俺流と呼ばれる哲学は自分を信じ選手を信じることに基づいています。自らの仕事に全力を尽くし、その姿勢を選手たちに見せることで彼らにも全力で取り組む姿勢を促すのです。落合氏は、上に立つ者は厳しいことを言うが、それに耐えてついていく。腹が立っても大嫌いでも、ついていってもらえたら上に立つ者としての価値があるとも述べています。また落合氏は講演会で、結果を出すこと以外考えないし、やらないと語りました。25歳でプロ入りを果たし、社会人野球を経ての遅咲きであった落合氏にとって、プロの世界は非常に厳しいものでした。ドラ1は球団が5年くらいは面倒を見てくれるけど、ドラ3はそうはいかない。自分のために野球をしなければならなかったと落合氏は振り返ります。落合氏がドラフト3位で入団したのに対し、山崎氏はドラフト2位でプロ入りを果たしました。この違いが彼らの関係に影響を与えたのかもしれません。落合氏は現役時代、後輩の面倒をあまり見なかったことで、あいつは面倒見が悪いと言われることもありましたが、彼は常に自分の野球に全身全霊を注いでいただけかもしれません。人間性の好き嫌いを超えて、彼らの確執は野球に対する考え方の違いに根ざしていたのでしょう。落合氏を嫌いだという山崎氏も、同じ野球人としての尊敬の念を抱いていたことは間違いありません。星野仙一監督の指示で落合氏と同部屋になった山崎氏は、当初は生意気だと思われながらも、落合氏から何も教わることはなかった。しかし、その経験を通じて、自分が伝えられることは誰に対しても伝えていこうという姿勢を持つようになり、後輩の指導に熱心に取り組むようになりました。現在でも、山崎氏は少年野球の現場などで子供たちに熱心に指導を行っています。彼の指導には、落合氏との確執を乗り越えた経験が生かされているのです。二人の強打者の間には、どうしても埋まらない溝があったかもしれませんが、その関係がそれぞれの指導哲学に影響を与え、今もなお語り継がれるエピソードとして残っています。いかがだったでしょうか。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の最新情報をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。